はい、おはようございます。今日も朝の散歩してます。ここはですね、我々がすすきが原と呼んでるところが向こうに見えている。ここいいね。その奥がさ、もう国道18号に通じるところまで全部木なんだよね、森なんだよね。結構なここは絶森だ対よ開ね。発しないだろうね。だから多分すごいいろいろ動物いると思う。いるだろうね。すごいいると思う。って言ってたよね。詳オオカミしい。とか、ほら言ってたじゃん。いっぱい言っ親て子がた。すぐ。S さん名前出とせか。ない。S さん。イノシシとかシカとか。いろいろいるって言ってたよ。いろいろ。今のアングルいいね。アングルっつうか、アングルっていうか、そのもの自体、場所自体。草原だよね。なんかレベル上げしたくなるよね。スライム倒して。あ、これ、ポケモン GO とかやったらどうなるんだろう。やったことないけどさ。今もあんのかな。今ぐらいからやると楽しいんじゃないですか、意そっか外と。そっか。一時期すごい話題になったけど、最近聞かないんですはい、ずっと緑を映してます。年に本当にさ、ぶれないよね。そうでしょ、こすうごく。歩いてても。ちょっと重たい。で、ここにはめ込んで、Bluetooth でつながってんのかな？一応なんかね、アプリは入れてあるんだよ。だからこうやって連動すんの。そのスマホに？こいつのね、スタビライザーのね。どうする？まっすぐ行く？そうね。微妙なこの坂が割と来るんだよね。れいい感じの G かかるね。0.03G ぐらいだけどね。手があります。これ場所が分かった。これで場所が分かるよね。ありがとうございます。どんぐり踏む音、すごいな、どんぐりが。こんなにどんぐりって落ちてたっけ、毎年。あんまり意識しなかったよね。今年なんか多くない？そうだよね。どういうこと？気づかなかっただけ？いやー、俺こんいや、なに多なんいかよどんね。ぐり落ちまくってんのあんまり見たことないな。なんか問題があるのかな。あ、だから豊作ってことではあるよね。ってことは、熊とか、熊ってどんぐり食べなきゃ。こんなちっちゃいの食べるかな。熊。リスか。リスじゃない。リスは大大喜びだね。あ、リスまた来てくれるかな。リス増えたら嬉しいな。どっち行く？お好きに道場、森行こうか。我らの。行ってみ
だな。この間ウォンさんと写真撮った道ですよね。そうだそうね、この木漏れ日が気持ちいいよね。うん、だいぶ使い方慣れてきた。コズミックフレンズの森です。じゃーん、おー揺れてる揺れてる。招き猫がいます。そしてスノーマンです。これはこれから薪割りする、薪丸太。そしてここで森のコンサートが行われております。また2022年もここで森のコンサートを開催していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ここにね、桜を植えたんですけどね、冬に向かってちょっとあれですけど、大きくなってくれたらいいなと思ってます。どんぐり落ちてきた。はい、ではでは、今日も良い一日をお過ごしください。朝の太陽とともにお別れしたいと思います。春地散歩、シンガーソングライターの春地がお送りいたしました。みたいな終わり方で。ではでは。